こんにちは。寒いマジで今日もやばい。あ寒い。こんにちはこんばんはどもどもどもあー寒い。寒い。皆さん今日はなんばらです。ちゃんとカイロ持ってきましたか。キャットはずっともう最近寒すぎて毎日カイロ持ってます。貼ってるし持ってるし。でもささすがにこう公園中に貼ってたら暑いので、え、ほんまにやばい。ナンバラのオープニング衣装が本当にあのね、もう服着てないのとほぼ一緒なんですけど、はあ、うえ、さべ、マジでカイロいりますよ。ちゃんと持ってきましたか？持ってきてない人は絶対に途中でコンビニとか寄って買ってください。ほんまに寒いから、カイロ大事。カイロってどうやったら一番あったかくなるんですかね。この、あのポッケに入れてたら結構あったかくなるじゃないですか。でもそれよりそのさらに限界を知りたい。ポッケに入れてるだけじゃちょっとあったかいけど時間かかるし、もっと最短でよりあったかくなる方法を知りたい。あ、あと靴下カイロは好きですよ。ケイトはもうこの季節になるとカイロを重宝しますので、もう全タイプいきます。春、持つ、靴下、全部やります。あの靴下カイロはでも、あの靴下カイロ貼ってすぐに靴履いちゃダメですよ。だから家出る5分前ぐらいに靴下カイロを貼って、靴下に貼ってペタペタ歩き回るんですよ。で5分後ぐらいに家出たらちょうど温まってくる感じで、そう、一回ケイト貼ってすぐ靴履いたんですよ。そしたらあのカイロって酸素でこうあったかくなるじゃないですか。でも酸素がなくて、そう、酸素がないからあれ温まらんくて全然意味をなさなくて、だからそっからはちゃんとあえて酸素に触れさせるために5分前ぐらいにはもう貼ってますね。首の後ろも貼ってる。肩甲骨とお腹とには絶対貼るかな。貼るようにしてます。そう、着込むのもね、めっちゃ着込む。5着ぐらいは必ず着ます。だってけど冬になったらダウン2個着るもんダウン、薄いダウンの上からさらに分厚いダウン着てするけど、手袋はせんけどな。手袋は手が一番冷えるんですけどね、やっぱちょっとだけ不便ちょっとさ、あんまり悪い印象で言いたくないからイントネーション変えて言うけど不便ちょっとね、ケイト的にはそう、やっぱすぐスマホ触れないのと、こう手の感覚がやっぱちょっと手袋することによって分厚くなるじゃないですか。だからあの分厚くなるからこうなんか鈍るんですよね、感覚、距離感が。うん、そう、スマホを使えるやつとかもあれも結局滑り止めみたいなついてるけど、やっぱり手で直に触るよりは反応しひんし、
で手袋してるからって言ってめっちゃあったかいわけでもないから、それやったらカイロ直で握ってる方があったかいなっていう、まあちょっと手袋大好きな方には申し訳ない意見でした。そうそうそう。あと手袋が汚れる、シンプルに。やっぱさ、いろんな手は洗えばいいけどさ、なんかなんていうやろうな、まあ手袋も洗えばいいんやけどさ、だからね、そうそう、あんまり寒い冬はもうどうやって過ごしていいか分かんない。でもこのすぐ寒い寒い言っちゃうんですよ、ケイト。それ良くないと思って、良くないと思うけど言っちゃうの。なんか嫌じゃないですか、横で寒い寒いって言われ続けても、じゃあどうするのよってなるじゃないですか。でも別に寒いって言ってどうしてほしいとかじゃなくて、なんかもう呼吸するように言っちゃうの。だからほっといてください。もうケイトの寒い暑い眠いはほっといてもらっていい。もう呼吸と一緒やと思って流してほしいんです。うわっ、あ、びっくりした。あー、もうびっくりした。そう、無意識に言っちゃうねん。だから言ったらもうしつこいって思っちゃうかもやけど、別に何か求めてるんじゃないから、もうごめんって思いながら言うねんけど、あ、寒い、あ、寒いって言っちゃうんです。でも本当に嫌ですよね、聞いてる側は。だからちょっと今年はそれを直したいなって思います。あ、寒い。今年の目標ね、レイコちゃんが今なんか脅かしてきた。なんかやってる。そうそうそう。レイコちゃんです。で、そう、今週末えぐいイントネーション。今週末に YNN さんでドラフト3期生でなんかあるんです。なんかあるんですとか、楽しみ。ほんまに YNN さん毎回楽しい。なんか ただ遊んでるだけだもん、いつも。遊んでしかない。そうそうそう、れいこちゃんの卒業記念みたいなんで、でもれいこちゃんがずっとあの卒業する前に卒業旅行みたいな、卒業旅行ドラフト3期生6期生でやりたいって言ってたから、そう、それが叶ったのかな。めっちゃ楽しみにしてた。なんかあのアンケートを来たらしくて、ちょうどその日ケイと一緒にいて、レイコちゃんが今度 YNN さんでなんかやりたいことありますかってアンケート来てんけどって言って嬉しそうに話してて、なんかケイトも嬉しい気持ちになった。ほんでケイトのやりたいこともひっそり言っといた。入れてくれるかなって思って言っといてみた。入ってるか分からんけど、もしかしたらなんか入れてくれるかなって思って言ってみた。楽しみ。そうそう、内容は言わないけどね。そうそうそう、楽しみ。普通に何かは全然分からへん。何かは全く知らんねんけど、内容とか。楽しみです。
何も知らん。やるケイトも皆さんと同じ情報しか知らんから27日に配信しますよっていうそれしか知らん。そう、何も知らない。あのね、基本何でも皆さんより知ってることってそんなにないライブの瀬取りぐらい皆さんより何か知ってるのってライブとか公演とかのセットリストぐらいは知ってるけど、あとはね、多分大体皆さんと同じぐらいの情報量です。あ、そうそう、新曲の歌詞とか、ね、そういう系自分たちが覚えなあかん系はあるけど、それ以外はもう基本そうそうそう知らないと思ってもらえたらと思います。そうそうそうなのよね。ねえ、本当にそうそう、よく知ってますね。あのその日の公演とかのお弁当ですら来るまで分からへんそう、来て、あ、今日はこれなのねって知る次の選抜メンバーとか全く知らへんし、全然知らへん。そうなのあ、お弁当は確かにファンの方よりは早く知ってるか、そうかもね。あやぴょんがお寿司がいいって言ってた。あのね、南原はいいんですけどね、 B2 の時は、 B2 はお寿司苦手なメンバーとかが多いから、だからね、お寿司 B2 はお寿司ならないんです。ケトはお寿司大好きなので、ちょっと悲しいけど、まあまあ何でもいいかなそんなにこだわりない。そう、何でもいいかな。そうそう、まこっちも苦手って言ってた。そうそうだ、ね、そうだからさ、こうやっぱなんか公演前とかやったらちょっとさっぱりした方がいいやん。だからたまにお寿司とか言って言うんやけど、お寿司ダメだって旅行が結構多くてね。そう、お魚が食べれないらしい。いいよね、お寿司大好き。最近ケイトはね、最近っていうか、まあ、結構昔からやけど、お肉よりお寿司派なんですよ。そう、だからね、お寿司が恋しくなってきた最近お寿司食べたっけ？食べてないかもよ。やばい、今年お寿司まだ食べてない。食べないとそんなんないけどさ、お寿司今年食べたっけ？食べてないよ。食べてないやん、お寿司。そう、お寿司とか和食とかのが好き。うん、そうだからね、焼肉よりお寿司の方がテンション上がるね焼き魚は最近もうちょい前か、昔はね焼き魚好きじゃなかったけど、骨とか多いしさ大変じゃん。けど最近になってようやく美味しさが分かるようになってきた中学生ぐらいからケイトはあれでも白身魚の方が好きかな。まだ青魚は全然食べれるけど、サバとか、けど青魚よりはもう白身魚の方が好きかな。タイとか大好き。タイタイとか
鮭も美味しいけどね。ブリも大好きです。じゃあ今日はお寿司を想像しながら公演頑張ってきます。何のお寿司を、今年の寿司始めは何にしようかというのを考えながら公演頑張ります。だから18時半から見てください。本当に本当に見に来てくださる方はちゃんと暖かい格好で来てほしいけど、多分公演してたら暑くなるから、なんか調節できるのにしてくださいね。それじゃあランキング見ます。13位お茶っ葉タイムさんありがとうございます。12位のりぶんさんありがとうございます。11位ちゃうちゃうさんありがとうございます。10位シーフールさんありがとうございます。シーフードみたい。9位佐藤さんありがとうございます。8位ヨッシーさんありがとうございます。7位はるかさんありがとうございます。6位くにゃんさんありがとうございます。5位ガチのつるしさんありがとうございます。教員教兵さんありがとうございます。3位加藤オーナーさんありがとうございます。2位牧島無罪よくんさんありがとうございます。1位が一つうたつみつさんです。ありがとうございます。それじゃあ私はあと何をしなきゃいけない、お寿司のネタ考えてきます。バイバーイ。終わり。